フューチャーアイランズはアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身のシンセポ・プロックバンド。2008年にイギリスのレーベルアップセット・ザ・リズムからデビューアルバムウェーブ・ライク・ホームをリリース。2010年には2作目のアルバムイン・イブニング・ヤー。2011年には3作目オン・ザ・ウォーターをスリル・ジョッキーからリリースする。2014年には4 AD から4作目のアルバム シングルスをリリース。リードシングル、シーズンズは、ピッチフォークメディアと、NME から2014年のベストソングに選ばれる。2014年3月に放送された、デビット・レターマンのレートショーでのパフォーマンスは、同番組の YouTube で、最も視聴された動画となった。2017年に5作目のアルバム、ザ・ファー・フィールドをリリース。フューチャー・アイランズのライブ・サム・ヘディングとゲリット・エルマーズは、 ノースカロライナ州、モアヘッドシティで育ち、ニューポートの同じ中学校に通っていた。サムヘリングは13歳か14歳の時にヒップホップを始めており、ゲリット・ウェルマーズはメタルやパンクに興味を持っていたスケーターで14歳の時に初めてギターを買った。ウィリアム・キャッションがギターを始めたのは13歳の頃で10代の頃にいくつかのバンドを組んでいた。ウィリアム・キャッションが サムヘリングの美術史の試験勉強を手伝っていた時にバンドのアイデアを思いつき2003年2月14日に初ライブを行う。後にサムヘリングがゲディット・ウェルマーズもバンドに参加するように誘った。フューチャー・アイランズの前身バンドにあたるアートロードザ・セルフ・ポートレーツはすぐに地元での評判を得てアメリカ南東部のアンダーグラウンドな会場でツアーを行うなど 精力的に活動した。2005年9月に他のメンバーが脱退し、残ったメンバーはバンドを解散した。ライブで歌うサムヘディング2006年初頭にフューチャーアイランズを結成し、2008年にイギリスのレーベルアップセットザリズムからデビューアルバムウェーブライクホームをリリースする。2010年には2作目のアルバムインイブニングエアをスリルジョッキーからリリース。2011年 三作目のアルバム、On the Water をスリルジョッキーからリリースする。2014年には 4AD から四作目のアルバム、シングルスをリリース。リードシングル、Seasons はピッチフォークメディアと NME から2014年のベストソングに選ばれた。2014年3月に放送されたデビッドレターマンのレートショーで披露した Seasons はサムヘリングの独特のパフォーマンスが 大きな話題を呼び、同番組の YouTube で最も視聴された動画となった。2017年5作目のアルバムザ・ファー・フィールド4エディからリリース。2020年6作目のアルバムアズ・ロング・アズ・ユ・アーを4エディからリリース。ありがとうございます。